去年に続いてまた歌わせていただきます。中川五郎と言います。去年はやらなかったんですけど、ちょっとなんとなく物販を持ってきて飾ってしまいました。もし今日歌った歌でまた聴いてみたいななんて思われた方がいたら、ぜひ本とか CD 見ていっていただけると嬉しいです。そんなことしていいの？違法だったどこに
族が現場で手を合わす。父さんと帰ろう、ついておいで。魂拾う眩い組、魂拾う眩い組、魂拾う眩い組。京王線の急行に乗って15分、4つ目の駅が千歳烏山。南口に出て10分ほど歩けば村の鎮守様の烏山神社、その正面の鳥居をくぐってみれば、高くそびえ立っている。それは今から90年ほど前に植えられた12本の椎の木の今も残っている4本が、烏山神社の参道に椎の木が植樹される少し前のこと、1923年、大正12年9月2日の夜の8時ごろ、烏山である出来事が起こった。神社のそばの甲州街道、烏山中宿と下宿の真ん中あたり、と呼ばれる石橋の上で、その出来事は起こった。それは関東大震災の明くる日のこと。関東ではデマが飛び交っていた。飛び交っていた。警察の軍隊もそのデマを信じて広めていた。烏山の村でも青年団、在郷軍人団、消防団の男たちが集まって組まれた。そこに飛び込んできた一つの知らせ、朝鮮人のボートが乗ったトラックが烏山の村目指して走っているという知らせ。
台のトラック、夜の中をひた走る一台のトラック、烏山側にかかる石橋に差し掛かる。
山神社の参道に椎の木が植樹された。そしてもっと大きな時の流れの中で事件のことは人々の口に上らなくなってしまった。60年後の1983年、世田谷区政50周年を記念して世田谷区の広報から郷土史の本が出版された。その本には大橋場の事件に触れてこう書かれていた。椎の木が祝然となっている。これは殺された朝鮮人たちを弔うために村の人たちが植えたもの。しかし殺されたのは本気ペクただ一人。重軽傷を負った朝鮮人の土工は全部で14人。神社の参道に植樹された椎の木は全部で12本。13人の霊を弔うと書かれたその本の記述はまた不思議。そして真相が明らかになった。参道に植樹された12本の椎の木は起訴された12人の自警団員の男たちが晴れて村に帰れたことを祝って村の人たちが植えたものだった。差し伸べた。烏山村の復興は千歳の村全体の復興。千歳の村はこの思うに強く優しく美しい郷土愛にあふれる心。決して通ってはならぬ。事件は未曾有の大震災と行政の不行き届きと情報の不確かさのなせる技。
に謝るためではなく、加害者をねぎらうために植えられた烏山神社の参道の椎の木。残った4本の椎の木が90年後のこの国を見つけている。90年後のこの国でまた起こっていることを見つめている。90年後この国でまた繰り返されていることを見つめている。良い朝鮮人も悪い朝鮮人もみんな殺せ。街中で大声で叫ぶ人たちが出てきて、それに何もしようとしなければ何も言おうとしない人たち。90年後のこの国で起こっていること、90年後のこの国で繰り返されていることを残った椎の木が見つめている。変わらないこの国、変わらないこの国の人たち、変わろうとしないこの国、変わろうとしないこの国の人たち、変わらないこの国、変わらないこの国の人たち。起こった椎の木が90年後のこの国で繰り返されていることを見つめている。Thank you.